神様が私の心にかなうものとみなされたダビデの歴史の中にどのような教訓が込められているのか皆さんと一緒に調べてみたいと思います。ダビデは行く先々で戦争するたび勝利を手に入れましたが戦争で勝利を得た一番大きな理由は神様をいつも軍の将軍としてお迎えし 自分は神様がなされる宮座の代理人として、すなわち使いの者としての役割を忠実に行いました。自分の考えだけで進めていったのではなく、この戦争をどのように導いていかれるのか、神様にいつもお伺いしながら戦いました。その場面をサメールキゲ2章で一度調べてみましょう。2章一節です。 その後ダビデは主に託宣を求めていった。どこかユダの町に登るべきでしょうか主は言われた。登れ。さらにダビデは尋ねた。どこへ登れは良いのでしょうかヘブロンへと主はお答えになった。いつもダビデは神様にお伺いして、軍の将軍である神様の指揮に従いました。そこでダビデは二人の妻、イズレールのアヒノアムと カルメルのナバルの妻であったアビガイルを連れてヘブロンへ登ったと言いました。七節に進みます。力を奮い起こし勇敢な者となってください。あなた方の主君サウルは亡くなられましたが、ユダの家はこの私に油を注いで自分たちの王としました。この時からダビデはイスラエルの北王として戦争を始めます。 三章一節の見言葉を見ると、サウル王家とダビデ王家との戦いは長引いたが、ダビデはますます勢力を増し、サウルの家は次第に衰えていったと言いました。サムエルキゲ五章十節を見てみたいと思います。ダビデはどのようになり、次第に勢力を増し、万軍の神、主は彼と共におられたとあります。 ヨシアがカナ南征服事業の中で長い間征服できなかった地域がまさにこのシオンという場所でした。このシオンの要害をダビデが初めて征服したんですね。その時、ダビデはヨシアのようにいつも軍の将軍であられる神様にお仕えし、自分は代理人としての役割に徹底しました。 神様、どうすればよろしいでしょうか私はただ代理人として、神様の御心を民に伝えるだけです。見言葉をくださるたびに、神様が、その時その時、戦いに勝利できる道を、彼らに教えてくださったんですね。ダビデの生涯は、本当に数多くの戦闘で綴られた生涯でした。サムエル・キゲ8章1節です。 その後、ダビデはペリシテ人を撃って屈服させ、ペリシテ人の手からメデグアンマを奪った。またモアブを打ち、彼らを地面に伏させて、はかり縄で測り、縄二本分の者たちを殺し、一本分の者は生かしておいた。モアブ人はダビデに霊属し、蜜木を治める者となった。 ダビデは次にソバの王、レホブの子、ハダドエゼルが、ユーフラテスに勢力を回復しようと行動を起こしたとき、彼を撃ち、騎兵1700、歩兵2万を捕虜とし、戦車の馬は100頭を残して、その他は全て剣を切ってしまった。ダマスコのアラム人がソバの王、ハダドエゼルの援軍として参戦したが、 ダビデはこのアラム軍2万2000をもち、ダマスコのアラム人に対して守備隊を置いた。こうしてアラム人もダビデに霊属し、蜜木を治めるものとなった。主はダビデにその行く先々でどうされましたか勝利を与えられたと言いました。行く先々で勝利を与えられたのは、ダビデの信仰による結果です。神様は私の砦りだ。 神様は私の盾だ。ダビデが記録した詩篇を見ると、いつも神様が共にいらっしゃるから、神様があの者どもの手から私を救ってくださった。そんな表現が本当に多く登場します。八章十三節です。ダビデはアラムを打って帰る途中、 塩の谷でエドム人1万8000を撃ち殺し、名声を得た。彼はエドムに守備隊を置くことにした。守備隊はエドム全土に置かれ、全エドムはダビデに隷属した。主はダビデに行く先々で勝利を与えられたとあります。モアブに勝ち、またソバ王に勝ち、またダマスコ王に勝ち。最後に六節を見ると、主はダビデにその行く先々でどうされたのですか 勝利を与えられたと書かれています。戦争と戦闘に関する内容が聖書に実に数多く登場しますが、これらは今日の私たちにどんな教訓を与えるために聖書の中に存在しているのでしょうかということです。これは結局、この時代の霊的な大闘争において、いつも神様をどなたとみなしなさいという教訓ですか 神様を我が軍の将軍としてお迎えし、私たちは神様の代理人として与えられた教えを全てその通り実行し行うならば、そこには必ず公式に従ってどんな結果が現れるということですか勝利という結果が残せるようになっています。ありがとうございました。